はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。はい、ギガモンスター、マスタードラゴン、ジャの心が S4 つ分揃いました。これまでの動物数であったり、各ランクのドロップ数を見ていきたいと思います。はい、マスタードラゴン、ジャのね、心が S4 つ揃いました。まあ結構ね、あっさりと、揃った形になります。でですね、討伐数が、こちら41となります。まあストーリーで1匹倒してると思うので、まあギガモンスターとしてはですね、40匹ほど倒したということになります。というわけでですね、まあ図鑑の方が虹色になるまでは、まあ、あと9匹ほどですね、討伐していきたいと思います。で、まあ今回はですね、直 S が2つ、ありました。で、まあ、A が4つ、B が9個、C が15、D が18という形になります。で、ちょっとですね、S を4つにしていきたいので、まあ、この画面を使ってですね、まあ、グレードアップをしていきたいんですけれど、その前にですね、はい、覚醒をです。S の心がね、まあ、せっかくありますので、ちょっと覚醒できるようになってますので、はい、こちらをですね、覚醒していきたいと思います。はい、宝珠がですね、まあ3つありますので、はい、今回、覚醒することができるようになりました。はい、覚醒した後もですね、まあコストはね、変わんないんですよね。で、その他、ステータスは全般的に上がってるのかなとは思います。はい、最大 HP109 で、まあ十分ですよね。まあ力も結構ね、あるんですよね。で、攻撃魔力が110と、まあハイレベル。で、まあ素早さ50は、まあそこそこ、まああんま高くないですね。で、こちらですね、特殊効果の方なんですけど、スキルの斬撃対義ダメージ、プラス 7% ということで、まあ、コーマ複合の攻撃も結構対応できるのかなと思います。あと、呪文ダメージ 7%、ヒャド属性ダメージ 13%。はい、デインが 9%、メラが 8%、で、ギラ耐性 10% という形になります。はい、というわけでですね、まあ、とりあえず覚醒ができました。で、まあ、S4 つね、作っていきたいので、とりあえず、S3 つ目を作っていきたいと思います。はい。というわけで、A がね、4つであればですね、S にできます。はい。で、ちょっとね、こちらも見ていきましょう。さっき覚醒した心をね、見た後なので、ちょっとね、見劣りするかもしれませんけれど、まあ、それでもね、ハイレベルですよね。コスト128で、最大 HP が98。まあ、紫の心にしてはもう十分なスペックですね。はい、攻撃魔力が101。まあ、力も54とですね、それなりに高いですよね。はい、あとはですね、特殊効果としては、呪文ダメージ 5%、ヒャド 8%、デイン 3%、ギラ耐性 10% ということで、まあ、覚醒のしたやつはですね、斬撃対義ダメージ 7% とかね、あったんですけど、まあそれはね、こっちにはないと、覚醒する前のやつにはないという形になります。というわけで、これで S3 つなんですけれど、まあね、その他 D、C、B の心をね、グレードアップさせていくと、まあ S が4つ目できるということになります。というわけでですね、まあ、討伐数など、はい、まあ、S4 つすでに揃った方もいると思いますし、おられないとも思います。まあ、何らかのね、参考になれば幸いです。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ！